レフ・カラハン・レフ、ミハイロビッチ・カラハンは、ロシアの革命家、ソビート連邦の外交官である、アルメニア人。本来の名字はカラハニアン、ティフリス出身。1917年、ロシア社会民主労働党に入党。1917年10月、カラハンは、革命軍事会議の議員として、ロシア革命に参加した。彼は、ロシア内戦や、 干渉戦争を経て、ウラジーミル・レーニン指導のボリシェビキ支配が、確立していく1918年から1920年に、かけて、外務人民委員代理を務めた。1917年から1918年に、かけては、人民委員のレフトロツキー、あるいはアドリーフ・ヨフヘと共に、ドイツ帝国等との間で行われた、ブレストリトフスク和平交渉における、 ソビエト代表団に参加し、その初期を務めた。また、1919年7月に第1次から反宣言を北京政府及び関東政府に当て発出し、1920年9月に第2次から反宣言を北京政府が派遣した超外交施設団と施行した。これら2つの宣言より、ソ連政府は中華民国に対する新たな外交政策を提示した。 カラハンは1921年にポーランド大使、1923年から1926年に中国大使として派遣され、ソ連の外交政策で重要な国との関係強化に当たった。中中大使期間中の1925年には日本との間で日ソ基本条約を締結した。 ヨシフ・スターリンによる独裁が強化されていく1927年から1934年にかけて、カラハンは再び外務人民委員代理となり、外務人民委員となったマクシム・リトビノフの下で働いた。しかし、スターリンによる大粛清時代の開始からは逃れられず、1937年、カラハンは逮捕、処刑された。1956年に名誉回復された。 外務人民委員代理時代の1919 19年7月及び1920年9月の2回にわたり、ソビエト政権の体中基本政策として発表された宣言。1回目の文章第1次から半宣言、中国人民及び中国の南北両政府に対する声明。2回目の文章第2次から半宣言、外務人民委員部の中国政府宛、て、中祖協定条項と呼ぶ。 第一次カラハン宣言は、北京政府、関東政府の南北両政府に充てられ、ロシア革命直後の例人による宣言の趣旨を継承し、ロシア帝国が新朝と結び、中華民国が継承した北京条約などの不平等条約の即時、無条件撤廃を表明した。ただし、中国政府に充てられたとされる内容と、ソビエト側で発表された内容に食い違いがあり、 ソビエト側で発表された文章には、統制鉄道に関する権益の放棄は欠落していた。その後、第1次からン宣言は修正され、第2次からン宣言が北京政府とのみ取り交わされたが、これにも統制鉄道に関する権益の放棄は謳われていなかった。これら2つの宣言により、中国民衆は、ソビエト政権や共産主義への支持、共鳴を広げ、 中国言論会の世論形成に多大の影響を与えた。一方、モンゴル問題などでソビエト政権と対立する北京政府を揺さぶった。また、北京政府と対抗する関東政府指導者の孫文にソ連との関係強化を促し、1924年の第一次国境合作へとつながる下地となった。ありがとうございます。